はい、こんにちは。10月21日です。今日のお話は風にしようかな。5本5本の風です。友達のね、おばちゃんがいるんですけど、その人ね、73歳、まあ4歳かな。なんかさ、いっぱい情報を教えてくれるんですよね。1日20件ぐらいね、すごいんですよ。73歳なの。だから読むだけでね、1時間ぐらいかかっちゃうんですよね。で、その人は、ゼロとか言うね、ゼロの、星マークのツイッターの人で、風邪っていうのは、そのワクチンとかね、治療法がないのは、要するに、体の毒を出すための、自分から発熱して毒出し作用だから、もともと治療法なんかなくって、要するにデトックスというかね、自然に体を良くしようとする作用なわけだってことなんですよね。いや、それはなんとなくね、わかるんですよね。っていうのは私、もう二十歳前の時に気づいたんだけど、勉強する人って、受験勉強なんかする人ね、大体風邪ひくんですよね。だから、脳を活性化するもんだから、ね。結局、お坊さんがお経を唱えるのと同じで、頭はね、すごく活性化するわけですよ。そうすると、頭の中のね、他のホルモンもね、分泌が良くなってきて、それが結局、健康の作用を起こすわけですよね。子供ながらにね、勉強すると風邪ひくなって思ってました。で、まあ、今日の言いたいことは、それを翻って考えてみれば、カルマが出るっていうのは、その魂の浄化作用だっていうふうに考えれば納得いくなと思うんですよね。魂もやっぱりより健全になりたいわけですよね。だから過去世のしこりというかね、それを浄化するために、今世はいろんな試練が起きる。だから、カルマだからしょうがないっていうわけにもいかなくって、克服する方法はいくつもあるんだから、それは人間がね、克服していけばいいけど、ほとんどの人がさ、そこまで気がついていないから。だから、なんかカルマのね、なんかあり地獄のようにさ、もがき苦しんでるわけですよね。カルマのことをね、やっぱもうちょっと考えていけば楽な人生が送れるし、たとえ黄金時代が来たとしても、やっぱね、カルマは背負ってるもんだから、過去世のね、体内にある菌のようなもんで、魂が傷ついてるというか、汚れのようなもんだから。そこをうまく利用すれば、黄金時代もますます、いいものになると思います。ありがとうございました。